感染拡大の影響などでオンライン面接を導入している企業が4割を超えたことが人材サービス会社のアンケートで分かりました。人材サービス大手のエンジャパンが人事向けサイトを利用した企業を対象にアンケート調査を行ったところ、 43% の企業が採用にオンライン面接を導入していると答えました。導入した時期は今年4月の緊急事態宣言が最も多く 39% に上りました。またどこまでオンライン化しているかについては、一次面接のみが 34%、 最終面接以外が 30% で、最終面接まで全てが 26% となりました。そしてオンライン面接を導入した感想は、満足、どちらかといえば満足という回答が7割に上り、理由は遠方に住む応募者に対応できるなどがトップでした。